うんうんうん、お前ら、お前らここももうするってよ。お前らは絶対に答えられねえよ。どうせ点数低いから全員参加にしてやるぜ。全員かよ。いや、これ嫌や。どうせ答えられへんから、きっと俺嫌や。点数低いと思う。ちょっとその前にトイレ行っていい？ちょっとその前にこの三脚どうにかしていい？それはりゅうちゃん。今この状態でございます。心もすんの？できるの？ママの好きな色は黄色です。はい、そうです。え、ここママを、どうせ答えられへんからな、全員参加にしてやんね。ここママ、ちょっと心そっちにずるたりって。あ、そう、もうちょっとより止まれんでいいよ。はい、いいですよ。はい、はい、はい、第何回かわからない、ここママ、イエーイ。これが第何回かわからない、ここママを、イエーイ。7つお送りしました。多い。え、いいですか、1問目いきますよ、はい、あなたの座右の銘は何ですか？座右の銘は目標みたいなやつよね。目標っていうか、自分が心がけてることみたいな。座右の銘は、待って、これ すぐ始めちゃったけどさ、ごめんなさい、左から順番に私との関係をよろしくお願いします。はい、ジジです。母です。姉です。子供です。おい、おい、こっちが子供や、こっちが小学生や。変わりだもんな。変わりだもん。この人らさ、前の二人、ええ、まず答え変えていい？もちろん、答え変えてください。もう変えたで、俺。座右の銘っていうのはね、簡単に言ったら二つ目の名前ってこと。なんて、なんて、二つ目の名前ってこと。違う、そうで、これが人生ってことは、これってことは、これ変な、全然答え違う。グーグル、思ってない。ママが一番好き。もっと、おい、もう、おい、もう、俺らも私はそのまま行くから、そう、ごめんなさい。いいよ、これでいいや。いや、これだって図形も突っ込まんかったもん。図形、図形ちゃんとせい。え、だから私は二つ目の名前として呼ばれとることやとか、セカンドネームってこと。セカンドネームやと思って書いたじゃない、言った。なんて伝えたらいい。ママツーが私を紹介するときに、それも含め、当てるのが紹介するときに、この人はこうやからな、みたいな感じで紹介するような名前を座右の銘やと思ってた。あ、そういうこと。じゃあ、へそ曲がりとか。それは悪い意味やんか。え、いい意味なん？座右の銘っていい意味やと思うやん。地球人とか宇宙人とか知らんやん。ヒントも言わんから。どういうこと？私失敗したからヒント言ったけど、ヒントはもう言わんよ。もうこっからヒントなしやで。なんでヒント言ったん？これな、でもあなたが座右の銘をちゃんと意味を理解して答え取ったら絶対こう答えるっていうことを私は書いたから。あ、いや、多分お姉さんは間違えるわ。もういいねん、これは。いや、お姉さんは間違えると思う。いいです。私はりゅうちゃんが合ってると思う、それやったら。え、ちょっとみんな揃うとぐっちゃぐちゃやねんけど、これテロップどうなってるの？オッケー、終態。俺かな。魚の目。うん、はい。なんで納得するん？罰金。うん、私、うん、はい、あ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 、しかも心なの、危ないよ。ごめんね、酒は燃料。なるほど。あ、よく言うとんやね。心なりが光る。なるほど、光る姉ちゃん。ゼロ早く。はあ、ん、はあ、いいですか。はい、いやいや、ね、問題が悪いな。うん、付けが考えたからね。静かに。座右の銘、歩くパソコン。その通りだ。うまい、うまい、うまい、うまいな。うん、なるほど。はい、納得、今だと思ってました。で、ね、もし座右の銘って言うなら、今意味を知った上で言うなら、あれやな。まあ、それは呼んでください。はい、行きますよ。 また絵描き直さなあかんよ。行くで。消して、はい、ゼロですよ、みんな。じゃあ、一日だけ入れ替わるとしたら、どの YouTuber がいい？はい、はい、はい、真面目に答えてくださいよ、皆さん。有名 YouTuber？ はい、ヒント求める。有名 YouTuber？ すぐヒント求めるね。そこ終わった。はい、はい、すぐヒント求めるからな、この人。何になりたい？読んで、読んで字のごとく。一日だけやろ。ママ猫になりたい。ママ猫になりたいもいいよ。
ゆうちゃんもう一回いたあれだよ、深井のさ、いや、まだな人がおんねん。ごめんなさい、最低。俺の勝ちや。いいですか。はい、ちゃうよ、ももちゃんいい、うん、はい、おとんから。はい、なんか知りやね、こんな感じ。アピールすんな。なんやねん、ふむってなんやねん。アピールすんな。はい、なんだか、東海オンエア。誰東海誰いい、もしめがねさん。前に見せといてくれるかな、皆さん、パネルを。もしめがねさん。はい、このままがいい。もしめがねさん、前原さん、としみつさん、ね、いきますよ。としみつさんかもしめが。静かにしてください。はい、どのユーチューバーがいい。マスオさん。あ、24時間笑顔でいられそうだから。確かに。というわけです。ズケさんが確かにって言ってる。0点ですね。メガネさんと、ほらほら、お前ら、お前ら私のこと全然知らねえじゃねえか。知らんわ、だって本気になってない。気分にもよるもんな。だってというか、前回の前回のティーンルーム、ほら言っとかな、前回のティーンルームご覧いただけましたか。そこで私がなんとティーン王になりましたので、ここでごまま王に戻ってきたわけでございます。はい、ティーンルームの方ぜひチェック、概要欄から飛んでみてね。じゃあ誰、一発消してください。わかる、これはマジで分かった。分かった、分かる、もうすぐ分かったで。顔にね、答えを出さんようにしなかよね。こっち側難しいよ。何よ、見てないよ。ちゃうねん、これこの人がこれ見とんや。やや、いや、これな、俺もわからんね。はいはい、変な顔。はい、変な顔。変顔ってこと、うん、足を変な方向にする。ミキのモノマネ。ここやで、待ってよ。そんなことなんでいいよ。間違えた。何？消しちゃった。宮子、宮迫さんのまでな。はい、おパピー。何いやん、この筋肉すげえな。筋肉嫌いやけど、はい、ペロン言うな。誰が描いた？あ、かわいい。ブンブンハロー YouTube。 かわいい。あー、なるほどね。いきますよ。できません。うわぁ、ここはやるやろ。やらせは、やらせはできません。いつもやってる。やらせじゃないやん。やってないやん。一発芸やで、やらせじゃない。一発芸やらへんし、やらせじゃないし。文句多いな、みんな。はい、待って、4問目にしてまだ0点やで。ていうかさ、全員0点やったらあなた誰からも理解されてないよ。そうや、一人で、つまり一人で。全員外すのやめてな。いくで。はい。一番好きな映画は何ですか。うわぁ、アニメ。はい、わかった。映画って何。すぐ質問、すぐにヒントを求める。これ何なの、この人も。嫌いもん、嫌いもん、出てこへん。誰やった、ほら、嫌いもん。映画やんな。おこらぁ、ここの謝りなさい。ごめんなさい、まぬかち。映画やんな。なんだっけ、めっちゃ見てくんねん、この、このなんな、何、旦那さんも。めっちゃ見てくんねん。まだですか。しょうがないわ。映画、アニメ。サラズキャッツアイ。あれ、ビール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 。よろしくメカドック。サラズキャッツアイ。よろしくメカドック、ワンワン。一緒かよ。知らん。感じ分かれへんか。阿部寛と仲間由紀恵の手品みたいな。トリックやん。トリックやん。あー、いや、あー、一理ある。トリック。待って待って、邦画できたね。トリック。ハードキャプターさくら。おー、アニメできましたね。はい、ハリーポッターゴキブリの突然死。え、これ何。あ、これはあの、これありそうやなと思って。あ、ハリーポッター。そうやね、ハリーポッター。はい、ハリーポッター。あれ、名前何だっけ。ハリーポッターゴキブリの突然死。できへんやね。あ、びっくりした。ハリーポッター、ティーンとリュウちゃんが一緒です。はい、はい、ほうがちゃんちゃん、映画のことやろ。オッケー、いくで。あ、スーパーマシュー。全部消して。まだ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 待ってよ。一番好きな映画は何ですか。はい、ハリーポッター。映画なの、あれ映画なの。文句言うな。あれは映画。なんか静かにして、静かにして。あの、天使のラブソングを2。あ、それもあった。それめっちゃ見てんねんけど、一番好きなのはハリーポッター。はい。ヒントからトイストーリーも迷った。
そうやった。いや俺はもう。俺。はい、リュウちゃんとティン1ポイント。俺1回だけ。ラプラスの魔女かなって思っちゃった。さんざん阿部寛言ってるやん。ここママが、海外が好きやから。そうや。邦画好きじゃ。邦画は好きじゃありません。最近見た印象的な夢は。お夢ね。動けないし。待って、じゃあこれ漬けの質問が悪いよ、間違いない。これはでもな、知っとる人は知っとる。やけ、いややけど私や、まあ、もうその人が俺時点で漬けの質問が悪い、これは私にしかないかも、うん、それ嘘、私にしかないかもしれない。じゃあ分からない、やってる、分からない。みんなが見る夢がどんなんのか知らない。パソコンの中で編集、おお、やってみたい。落ちる夢、何から、なんかから、何から、縛られた。何に？はい、ママツのヒントから来た。ジェットコースター。あ、間違えた。ゾンビに襲われる夢が好きだからって言ってた。おう、はい、ジェットコースターに乗ってたらトイレしたくなってトイレした。それ両方や。待って、芝刈り機出てきた気がするな。砂漠かなんかでゾンビに襲われる。芝刈り機って言ってないで、芝刈れたって。え、じゃあそこから芝刈り機がなんか出た夢があってん、光るまで。芝刈り機から連想しようね。芝刈り機、あったよな。はい、いいですか。今朝の自分がゾンビになってて、次々と人を食べながら逃げるっていう。逃げる？ちょっと縛ってはない。あなたが食ったもん、それ。そう、ゾンビなのに逃げてるのに食ってんねんな。どっかに、何食ったの？待って、これ、これポイントあるんじゃん。ゾンビ、ゾンビ入ってたから 0.5。 やった。私最近ゾンビの夢しか見んねんな。くそー。ママツーに言ったはず。ママツー全然ちゃうやん、もう。ママツー聞きすぎてんねん。ママツー自分ゾンビに追われてるねんとか、ゾンビになってと食べててんとかずっと言ってたはず。食べながら逃げてた。あれ、お姉様、ま、マジで芝刈り機出てこんかったかな。絶対負けない。あとね、6問目は大丈夫。だってパパ歌ってた。3ポイントあります。じゃあ、ポポ6問目質問聞いてください、はい、よく聞いてください。ココロマンチャンネルでのベスト3の動画。そうそうそう、オッケー。ベスト1。あ、ちょちょちょ、この人は私のジーパンにマーカーでペンって書いてあるけど。ベスト3のチャンネルでのベスト3の動画。ちょっとだけ、ちょっと3つ、まあ、3つか。黒い点線1個増えたんやけど。3つだの。ママの顔に書いてある。3ポイント逆転のチャンス。はい、3つ書いてください。3つ書くねんで、ここら、うん、書いたよ。早いね。これはもう皆さん当ててくださいよ。もう私がおすすめする3つの。最悪やん、ダンボールめっちゃやられてるで。メインチャンネルで。いや、だからココロマンチャンネルって書いてある。うん、マジでテンってなったんで。ほくろやん、ほくろ。ティーン、まだいくよ、いいねんて。いくよ、はい、はい、1位家族のやつ、2位歌のやつ、3位踊りのやつ。これせこい、せこい、せこい、それせこい。はい、どうぞ。網戸事件、はい、猫たち、はあ、ジェンガ。お、猫たちって汚いな。ちょっと前見せといてよ。あ、小袋のつぼみのやつ、はあ、あのつぼみじゃないな。え、俺一言を取ってんけど。つぼみじゃないけどな。うん、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと奇跡は起こすものじゃないの。妻が死んだふりをした創作と家族構成です。ああ、全部歌ですね。はい、歌ちょっと全然違う。前に見せといてよ。はい、全然違う。はい、人かと思ってた。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。家族。ワードが入っとった。七箱コロピー。ワードが入っとったらいいから。うん、ワードが入っとった。ちょっとトイレ行った。最高やないか。トイレ行ってき。いや、心ボーナスやからそれは。はい、おならしてくるね。これはちょっと願いも込めて、はい、俺のラケットのドッキリのやつ。はい、で、2位がママツの網戸事件。はい、で、3位が小倉さんのこれ PR じゃないよな、何て言ったの。 PR 動画。一緒、それ一緒にして合ってる。はい、一緒。はい、ゆうちゃん、奈々ちゃん来る。階段からボールを出し、階段から24時間生活。はい、了解です。ココロくんが戻ってきたらね。でもな、ママツの網戸はもうな、今年はな。あ、ママツの網戸って書いた人、手挙げて。はい、それではその VTR どうぞ。いや、入れないよ、もう卒業って。はい、いいですか。はい、再生。ベスト1、ママツ網戸事件。あー、イエイイエイイエイ。言うなよ。ベスト2、ココロくん号泣、家に一人ぼっちにさせたやつ。第3位。あー、もう
動画、今アナナタンキッズに映っちゃったけど、ナナちゃんのお腹丸出しお医者さんごっこ、うもう忘れられない、そうなの、最初から最後まであれやん、気になるから怪物どありません、全然わからなかった、あれみすごくない、全部入ってない、全部入ってない、全部入ってない、はい、1点、これは俺は心と7、8って入っとうから1点、え1点、これ、点取り作戦1点、点取り作戦大失敗、なんでなってことは1.5 点、2点、2.5 点、1点、え、誰が1点、1やろ、1、1.5、2、2.5、合計やろ、ポイント入って、すげえ今のラスト、ラストあんたラストなんと2択でございます、オッケー、5点こちら、5点でございます、はい、皆さん当ててくださいね、任せとけ、頼むで、任せとけ、私のこと知ってたら答えれるからね、ウサギとカメどっちが勝った、どっちが何、ウサギとカメ、 どっちが勝った、はい、ウサギやっぱり早かった、もしくはアイウェイオジュウ、うーな、うーな、あー、そういうことか、うーな、はい、なにめっちゃ真面目に答えとんねんけど、はい、カメ、そのまんまやな同様のまんま、ウサギは自分が早いと思って昼寝しているうちに動かされた、なるほど、そういうお話やからな、前向かしといてください、カメです、夏だから泳ぎました、はい、あー、うまいわ、あー、なるほどな、はい、カメ、理由はウサギはバカでカメは賢いから、はい、カメ、カメの方が結局どれだけウサギが進んでも長生きするから、こんなウサズコって聞いてる、カメ、いつもここならに座って言って教えております、理由なるほどね、いきます、はい、カメがどこにおるん、ウサギとカメどっちが勝った、ウサギ、違うんかい、違うんかい、子供らにはカメが勝つよって永遠言い続けてんねん、そうさせようとはしてんねんけど、実際はウサギが勝つよ、うる、なんで実際ウサギは早い、あなた冷たい実際やっぱ早いもん、ウサギでございます、はい、5点、誰が入った、5点、結局早いもん、おちゃまんが入って、カメ、でも同様って、やっぱ動画では上がっとるもん同士、これ動画ではカメやねん、でもあれ理由に5点、理由はそう、理由には入ってるから5点なんだな、え、こういつもここなのに行っているっていうのは合ってるんよ、それは理由ではないよ、結局ウサギが勝つっていうのが理由や、文句言ってるね、1点、5点、2点、0、0.5、え、0、0、はい、ここママ王はおとんでございます、で、ドベはママツーでございます、すごいな、全部外したの、理解してないわ、絶対わからんって、いや、わかんないんだよな、ママちゃん王と、ナナちゃん王やりましょう、俺は、やったやん、ナナちゃんやったで、次のサムネ、ナナちゃんやってないよ、うん、ココロくん王もね、ママツ王もやってますので、ティン王もね、見てみてください、はい、はい、ショック、何このほら見て見て見て、この結局はウサギが勝つよねの顔、冷酷な冷酷よね、